はい、今回は、忍者250の紹介動画になります。はい、でですね、社外品がちらほらついてるんで紹介をまずしていきます。まずベビーフェイスの、エンジンガード、エンジンスライダーですね、各種、2点ついてますのと、スマホホルダーとマルチバーの方と ETC ついてます。でこちらですね、吉村のスリップオンですね、傷とかもないような感じで綺麗ですね。でタイヤの方は前後だいぶ溝があって、ここの柔らかいんで結構新しめのタイヤが入っております。でヘッドライトはノーマルですね。はい、で、全体的にちょっとしたサビとかはあるんですけれども、点灯した後っていうのは正直あんまり見受けられないかな、スライダーにちょっと傷あるかなぐらいなので、まあ、ほぼ点灯歴なしぐらいでいいかなと思います。はい、で、そうですね、まあ、こちらの忍者ですね、まあ、どうしてもやっぱり10年ぐらい前に、前の車両になってしまうんで、やっぱどうしてもね点サビとかはあるんですけど、カウルの状態とか見る感じで言ったらもう全然気にならないぐらい綺麗な車両になっております。はい、で、タイヤも前後ですね、もう溝がだいぶある状態なんで、そのままバッテリープラグオイルは当店新品に交換させていただきますので、ご安心いただければと思います。はい、じゃあこちらの車両気になった方、ぜひお早めにご検討の方お願いいたします。